はい、どうも皆さん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、三井住友、SNBC デビットで1000円相当をもらえる Amazon でお買い物するだけということで、今回は SNBC デビットカードについての動画ですね。この動画では三井住友が提供する SNBC デビットカードでお得なキャンペーンが開催されていましたので、もし SNBC デビットカードを持ってる方、もしくは初めてですね、利用される方もですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ま、今回お伝えするキャンペーンに関しては、こちら SMBC デビットカードで、とある条件をクリアされている方、もしくは、初めて利用される方が対象となります。で、僕もね、以前ちょっと動画にしたことあるんですけども、こちら SMBC のデビットカードを持ってますんで、一応キャンペーンに参加することができます。で、早速ですね、キャンペーンの詳細見ていこうと思うんですけども、Amazon で SMBC デビットを1回使うだけで、なんと V ポイント1000円相当漏れなくもらえるというようなキャンペーンとなっております。で、それに加えて、Amazon ギフト 券が当たるダブルチャンスも開催されているということになっておりますこちらのキャンペーンなんですけども4月の28日水曜日ですね昨日から始まっておりまして2021年の7月の7日水曜日までのキャンペーンとなっておりますで、後ほどお伝えはするんですけどもこのキャンペーンですねエントリーが必要となってますんでまずはそこから行ってくださいで、このキャンペーンの参加方法なんですけども今お伝えしたようにこのエントリーフォームがあるのでエントリーフォームで入力をしていただいてその後ね Amazon でお買い物をしていただけますで、特にですね いくらいくら使わないといけないっていう条件は特になさそうだったので、とりあえずこの SMBC デビットカードを使ってお買い物をすると。その後に9月末頃をめどに V ポイントが1000ポイント付与されるというような流れになります。結構やることとしたらめちゃくちゃ簡単ですね。で、このキャンペーンの方よくある質問のところに気になるところがですね、ちょっとポイントとしてあったので、ここを見ていただきたいんですけども、 アマゾンでのお買い物は何が対象ですかということで、ここですね。a m a z o n .co.jp のお買い物のみとなりますということで、Amazon プライムで会員年会費の支払いとか、Kindle Unlimited 月額料の支払いとか、あと a m a z o n .com での買い物とは対象となりませんということで、まあ、この a m a z o n .com っていうのは確かあの全部英語のサイトのことだと思うんですけども、まあ普通にね、a z o n .co.jp で買い物すれば全然大丈夫と。で、特にここには記載がないんですけども、今回恐れ なくですねちょっと僕試すんですけども Amazon ギフト券は今回行けるんじゃないかなと思ってまあちょっとね僕は試しに参加してみようかなという風に思ってますけどねちょっと問い合わせして確認はしてないんですけども僕はちょっと今回それで参加してみようかなと思います後ほどね実践動画開けてますんで参考にしてくださいでこのキャンペーンの詳細なんですけどもキャンペーン期間内に s m b c デビット Amazon で1 1>, 1回利用すると、1回以上ですね、利用すると V ポイントが1000円相当もらえるっていうことですね。で、今回ですね、ポイントとなるのはここなんですよ。このキャンペーンの対象者なんですけども、キャンペーン期間中に新規で SMDC デビットに入会された方。なので、まあ、初めて利用される方はですね、対象となると。で、さらにここですね、キャンペーン開始前に、 SMBC デビットに入会された方で、2020年4月の1日から2021年の3月31日の間に Amazon で SMBC デビットを利用されてない方ということになっております。なので、まあ今回僕はここに該当するんですけども、まあおそらくですね、この SMBC デビットをメインで使われている方は、まあ Amazon でこの期間中にお買い物をしたことがあるかなと思うんですけども、まあそんなに今回多くないのかなと思いまして、なのでもしですね、 SMBC デビットカードを持ってる方で この間に Amazon でまだお買い物してない方はですね、参加することができますので、ぜひですね、やってみてもいいのかなというふうに思います。ここは結構嬉しいですね。既存の会員の方にも優しいというのは結構素晴らしいなと思います。で、特典内容は条件を満たした方全員に V ポイントが1000円相当と。まあ、条件っていうのはエントリーをした後に、その後に Amazon で SMBC デビットを使ってお買い物をすると。特にいくらいくら使わないといけない条件は特になさそうです。で、特典には抽選で10名様に Amazon ギフト券1万円分と ということで、これは当たったらラッキーかなっていう感じですね。あ、で、一応ここにも変えてますね。Amazon での利用金額、購入品は問いませんということなので、とりあえず今回のまあ趣旨とすると、Amazon で SMBC デビットを使ってくださいっていうのが今回の趣旨かなというふうに思います。ということで、早速ですね、僕もキャンペーンに参加してみたいと思いますんで、この真ん中下のエントリーするっていうところをですね、クリックすると、まあ、ご覧のような画面が出てきます。これエントリー画面ですね。キャンペーンにエントリーするとこ,こにチェックを入れていただいて、名前入れていただいて、あとメールアドレス、 s m b c デビットに記載されている視点番号と、あとは口座番号を入れていただいて、利用規約にチェックを入れて、そして確認するをタップすると、まあ、次の画面に進んで、 うまくエントリーができると、このような画面が出てきます。ちょっとね、僕はもう、あの、入力した状態の画面なんですけども、ご登録ありがとうございました。ということで、おそらくエントリー完了するとね、メールがしっかりと飛んでるかなと思いますんで、そちらをぜひチェックしていただければと思います。早速ですね、僕もエントリーできたので、Amazon でお買い物してみたいと思いますんで、今回スマートフォンからお買い物してみます。Amazon のね、画面開いていただいて、右下の3本線のところをタップしていただくと、画面が切り替わりまして、いろんなメニュー画面出てくるんですが、真ん中のこの、あー Amazon ギフト券というところをタップしていただくと、Amazon ギフト券の購入画面に出てきます。で、今回ですね、まあ最初の金額いくらぐらいから購入できるのかっていうふうに Google で検索をすると、まあ15円相当、15円から Amazon ギフト券が購入できるっていうことだったんですよね。それがこの E メールタイプであれば15円相当から可能ということだったんで、今回は E メールタイプからあの購入をしてみたいと思います。なのでこれをね、実際にタップしていただくと、まあこの画面が出てきます。Amazon ギフト券、E メールタイプ、 テキストメッセージでも送信可能ということで、ま、いろいろね、出てるんですけども、金額は今回、ここの変更というところがあるので、任意でね、金額を入れることができますんで、ここをタップしていただくと、ま、画面がね、メニュー、あの、キーボードが出てくるので、ここで15円っていう風に入れて、え、完了という風に入れていただいて、画面を下に下がっていただいて、あとは今すぐ購入をタップして、そしたらですね、ここでいろんな僕がクレジットカード登録している画面が出てくるんですけども、まだこの SMBC デビットを使ったことがないので、Amazon で特に。なので、ここのお支払い方法 追加で進んでいただいてまあもろもろね入力した後にまあうまく画面が進んでいっていただくとここに注文確定するしっかりとご請求額15円という風に入ってるんで間違いなければここで確定するをタップするとバッチリとこれで購入が完了できましたよということで購入完了画面が出てきますここまで進めればもう OK です で、その後にですね、しっかりとメールが確か10分も経たないぐらいでね、メールが届きまして、アマゾンギフト券を送りますということで、15円分がしっかりと受信できたんで、あとはそのアマゾンギフト券をアカウントに登録するというところをタップしていただければ、これでアマゾンに15円分が、まあ、いわゆるチャージみたいなされたということになります。ここまでがまあ僕の一連の流れという感じですね。それでは本日ね、お伝えしたこと、まとめです。キャンペーンの期間なんですけども、2021年の4月の28日から2021年の7月の7日まで。で、参加方法なんですけど とりあえずエントリーをした後に Amazon でお買い物をする。これだけで大丈夫です。特にいくらいくら使わないといけないという条件は特にないので、とりあえずエントリーした後で Amazon でお買い物をするというような流れになります。で、対象となる方は2種類ございまして、新規で SMBC デビットに入会された方ですね。そしてさらに既存の SMBC のデビットカードを持っている方で、2020年の4月の1日から2021年の3月の31日までの間に Amazon でこの SMBC デビットを 使って決済がしたことない方ということでこの新規の方と既存の方はちょっと条件はあるんですけどももしこれにね該当される方は結構気軽に参加することができますんでまあ、サクッと参加してみてもいいのかなという風に僕は思いますで特典なんですけども条件達成した方全員になんと V ポイントが1000円相当もらえるということになっておりますまあ、過去にね V ポイントの使い方については動画でいくつか上げてますんでそちらはねぜひあの概要欄にリンク貼ってますんで見ていただければと思いますでかいですよね1000円分 あればね僕は多分おそらく V ポイントアプリにそのままチャージして利用しようかなというふうに思っておりますで、抽選にはなるんですけども特典2として10名様に Amazon ギフト券が1万円分当たるということですので、まあ、これは当たったらラッキーかなという感じかなと思いますで、対象外となるものとして Amazon プライムの年会費であったりとか Kindle Unlimited の月額料金あと Amazon.com これらに関しては対象外となりますので、まあ、それ以外でとりあえず Amazon でお買い物をすれば OK です で、先ほどね、僕は Amazon ギフト券購入して、Amazon ギフト券のメールタイプは15円からとりあえず購入可能なんですけども、キャンペーンの対象になるかどうかっていうのは僕は特にね、今回問い合わせてないので、不明のため行う際はもう自己責任でお願いします。とりあえずね、今回は僕はもうね、試しにこれをやってみようかなっていう感じなので、まあ興味本位で、まあちょっとやってみようかなっていう方は、まあこれで試してもいいと思うんですけども、もしこれで1000円分が付与されなかったとなってもね、ちょっと僕は正直、今回に関しては <laughs>、 ちょっと未知の領域とはなってるのでもらえたらラッキーかなみたいな感じでやってみようかなという風に思っておりますまあそんなこんなで今回は三井住友 SMBC デビットカードを使って Amazon で初めてお買い物をしたら1000円分の V ポイントがもらえるキャンペーンについて 簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、このキャンペーン自体はね、ほんと条件はかなり緩いので、とりあえず持ってる方はもうサクッと、まあ、条件を満たしてる方、既存の会員の方はサクッと参加してみてもいいかなと僕は思っております。ですけども、もしね、これをまだ持ってない方がいらっしゃったら、キャンペーンの期間が7月の7日までですので、まだ講座解説とか SMBC デビットカード持ってないっていう方がいらっしゃったら、このタイミングでね、講座解説とかを行って、キャンペーンにサクッと参加してみるのもいいのかなというふうに というふうに思いますもちろんね、無理に参加する必要はないんですけども、ちょっといいなと思ったらこのタイミングでもありかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたね、このキャンペーンのリンクに関しては概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました